逆ちゃう逆やなんか気に食わへんツインテールどうしようなんか気に食わへんちょっと待ってコメントが出てこないヤフコみんな あかんんや黒いやつもいきたあかんやん,やん,やんよし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 ほういけたのではみんなこんばんはみそにゃんに投げるためによしみんセーブしてたんよあそうなのありがとうなんかなんか気に食わへんな画面で見たらあんまり可愛くない どうしよう鏡で見たらいい感じやってんけど <laughs> ツインテール小説かわいすぎるありがとうけんじいさんかき氷ありがとうございますさすが現役,現役中学生誰がや <laughs> 中学卒業してもう4年経つよ できたやっぱ口に色がなくちゃ始まりませんで結婚して赤アルビカルビ青アルビカルビ木ブりカルビさんありがとうめちゃくちゃ可愛いけど <laughs> 可愛いかじゃあこのままでいっかなんか気に食わへんねんけどなんでやろう何がわかんねんやろうなんか気に食わへんこうやってずっと 先端押さえとけばいいか、なんか。広がってる感じが嫌なんかもしれん。みさらちゃん、こんばんは。こんばんは。さゆき部から、ありがとう。つつみさん、ソフトクリームありがとうございます。みさらた、なんか久しぶりな気がするな、気のせい。えー、そう、久しぶりかな。みさら全然久しぶりな気がしない。しないよ。みんな、こんばんは。 Y. N. N. さんとどっちを見ればいいですか。ああ。そっか、今やってんのか。Y. N. N. さん。二台、二台持ちしてください。<laughs> y. N. N. さん見ながら、見スラのことを見てください。しげやんさん、誰もありがとうございます。うん、チュ、チュインテール、そう、チュインテールだよ。やっぱ。制服にはチュインだよね。佐藤さん、食べて、ありがとう。 食べますもらいますありがとう巻きたい巻いてんけどもう取れたわこうさほら今指で巻いてさこうひゅってたらいい感じじゃない巻きたいな <laughs> 巻きたい巻きたくなってきたあとフル入って寝るだけやのにまサさんビーチボールありがとうございますケイトトロ調べ室は夜中に見ますあ確かにアーカイブも あるのでよかったらあの時間が合う時に見てくれたら嬉しいですもう覚えてくれて覚えてますもちろん覚えてるよ来てくれてる方のことはみそら本当に覚えてますいつもありがとう50カウント完了ありがとう指を休めてね山ちゃん結婚してありがとうお気持ちだけもらいます <laughs> 最強ツインテールすぎるほんまなんか今日のツインテールほんまに気に食わへんどうしよう巻きたい巻きたいめっちゃさっきから指でセリフ巻きしてる <laughs> 少し巻いてる感じいやい,いいかななんかすごい取れて取れちゃっていやほぼ巻いてた面影ないじゃんピエンや悲しい みんなありがとうございます星ととかかカウントとかも全部見えてますありがとうもうお風呂入ってご飯食べたしいいなミスはどっちもしてない寝る準備万端もうベッドでこうしてみいつでも寝れるようにで寝る時は携帯見ながら寝たら休まった気にならへんからもう寝ますっていうこの「寝ます」って言ってこう携帯も全部置いて電気も消して寝るのが いいよ1時間手巻き1時間確かにこうしてやり続けたらワンチャン負けるかもしれんどうやろういけるかないけてほしい仕事終わって電車の中で配信開いたらツインテールで一人で歓喜の舞踊ってる <laughs> 待って歓喜の舞踊ってたアミら。ラ無意識かなこんばんはこんばんは セルフ巻きしてスプレー <laughs> ありちょっとほんまどうにかならへんかなこれ <laughs> 無理かこれであがいても無理かこうやってしょしばらくこうやって持ったいたら無理かな <laughs> あかんか ライブのあっダンサブルさんのめっちゃいいやんそんな余韻の中でミスラでいいのかなありがとう来てくれてライブ終わりやのに嬉しいどうやったダンサブルさんのライブミスラも後で配信見ますさっきまでダンサブルライブ見てて泣けたえ泣けるセトリやったん みたいなぁいっそのこと三つ編みえツインテールに三つ編みすんごいあれじゃない弥生時代みたいな髪型ならんあ、ちょっと弥生時代感じる <laughs> これはちょっと 弥生時代やな泣きましたえー、早く見たい「ケイト取調べ室」始まってすぐ爆笑してしまった <laughs> ちょっとほんまにあの振,り振り切り切れてない感じが逆になんか恥ずかしいわなんか今のみそやったら振り切れるかもしれへんねんけど当時はまだ振り切れてなかったからすんごい中途半端にあの振,り振り切ると振り切らへんの ちょうど間ぐらいは言ってるから逆にちょっと恥ずかしいあの温かい目で見てもらえたらゆきつんさんとな々ほさんが来たそうなん激熱やんダンサブル再集結ってことめちゃめちゃ熱いやん四半号泣もうゆうみさんの涙でミソラ泣けるもんもう,ゆうみさんが泣いてたらミソラも泣く <laughs> それぐらいつられるゆうみさんの涙は。 ご時間と完了ありがとう指をしばらく休めてねありがとう卑弥呼さまそう卑弥呼さまみたいよしみんツインテールの編み込みしてたよえっツインテールの編み込みってどういうことめっちゃすごいないここ編み込みしてこっからツインテールってことかなめっちゃ器用やん手先見せられ編み込み自分でできへんからなすごいなあテロップ忘れてた ビックパパさんハートありがとうありがとねアットマークミスティックスナイスありがとうそう邪馬台国の人みたいになった日高浩二さん氷ありがとうございますダン,ダンサブルライブ終わったライブ終わりにありがとうございます みさんかき氷ありがとうございますセラちゃんお疲れ様お疲れ様。ま山年さんアイス本当にたくさんありがとうございますやっさんソフトクリームありがとう一日ショールーム見てたらこんな時間でしたえ一日見てたショールーム <laughs> なんか常にでも確かに誰か配信してるもんな徘徊してたら確かに時間たつかも みそらはご飯食べたいお腹空すいたテイクルさんハートありがとうはいありがとうカウント完了ありがとううんまカウントってほんま大変やのにありがとう大和さん 氷ののれんありがとうございます。テイクルさんハートありがとう。ケイト取り調べ室。あこれネタバレって書いてるのかなネタバレ。まああの見てくださいぜひ。<laughs> もうなんかミスラも結構前やから自分でも何発言したかあんま覚えてない。 でもすんごいなんかまだめちゃめちゃ緊張してる頃やったなっていうのを覚えてるよしみそらが揃った公演見てみたいそう今は同じ番手やからあれやねんけどみそらが早くにポ締め覚えて、うん、よしみんと一緒に出られるように頑張ります早くにポ締め覚えたい今日も深夜にご飯になっちゃうかもしれへん、うん、もしかしたら <laughs> だってこの枠終わってもまた1時間後すぐに始まるからその隙ああその隙にご飯食べるかって言われたら微妙よねルームスのアクティビティとかも書きたいし1時間って結構すぐ終わっちゃうんよねよいしょえいえいえい今日も今日とて。 この子が落ちひんことを願います。わかんないやつどこ行ったんやろ。お腹空いた。ちょっと忙しいのでカウントだけでドローンします。ありがとうカウントしてくれて。頑張ります。ありがとう。チーム応援してたらあ確かに今日よしみとかだってめっちゃ刻んで一日中やってくれてたから。 確かにそれを見てる側の方も一日すぐ経つかもね山ちゃんレインボースターンありがとうミセラの韓国ヘア韓国ヘアってなんかこんな感じの巻き髪のやつこういうなんかな <laughs> ああいう巻き方したことないからできるかなもうザ・日本みたいな髪,髪型ばっかりしてるからいつも <laughs> 佐藤さんかき氷どうぞありがとうもらいますねありがとうダンサブルさんのライブ見てきたよゆきつんさんとななほさん来て六人揃ったいやー激アツすぎほんまにまさかよねでもちょっとみんなどっかさいやー来るんかな来へんのかないやでも来るわけないよなみたいな大体そういう時ってさ淡い期待を抱いていくやん なんかそれでほんまにドーンって出てきはったらめっちゃ感動せえへん気合い,いるーみたいなめっちゃ感動すると思うみさも早く配信みたいみいきさんとは話しましたお着替えするときにあのゲネプロ見てくださってたみたいで世代交代前夜公演のそれですんごい あのダンス上手だねって言っていただいたんですけどいやほんまに下手くそいし先生にも初日メンバーの中でミスらが一番圧倒的に怒られてたから「オーマイが!」だから「いやうまいうまいんじゃなくてあのなんかそれっぽく動いてるだけなんです <laughs>」って言ってすごい一緒に話しちゃうだけで気持ちがポワポワする感じやった。 外れそううまいこと布に貼れるのないかなよいしょよし店舗とは見て明日の仕事頑張るええー 頑張っみそらはいつもいますここに頑張ってすき焼き丼食べたちょっとみんな今日も飯テロや今日もコメント欄による飯テロやお腹すいた制服かわいすぎて頭抱えてるほんま賞味期限切れやからみそら期限切れ制服 名前呼びにくかったらアブりカルビだけでいいよえっほんま助かるいっつも読めへんくってさ赤ールビカルビ青ウルビカルビってなってたからアブりカルビさんにします <laughs> ありがとう店やった二28日の公演は出ないですよしみんが出てくれますアブりカルビさんハートありがとうございますありがとう 今日の夜は残業飯でカツ丼ちょま,ちょまみんな飯てロすぎお腹すくからもうお肉食べたい抹茶パワー注入してきたいいなもう今日みそら何食べたいろって感じもはや朝から何食べたか思い出せへんぐらい適当にご飯食べたかも今日 <laughs> も食べたいっち抹茶毛糸レり調べして確かにめっちゃ緊張してるからそうやねんまだバラエティとか吹っ切れる前に撮影してもらったからもうなんかすんごい緊張があらわになってると思うどしら誰や美空ですあそらちゃんですそしらちゃんです マーボーさんかき氷ありがとうございます佐伯ちゃんの配信見て支援してたらうっかり好きになりそうになった超 <laughs> いい超老すぎみそらだけじゃないのマーボーさんかき氷ほんまにいっぱいありがとうございます28日の声演あったよおー楽しんできてねみそらは。 DMM で見守ります卒婚の時とかはそうだよねそうよなもしかしたらゲスト来てくださるかもなとか思いつついやどうやら来おかもなみたいなあのドキドキ感が楽しいよね美空 <laughs> のかもしろに踊っての好きやでほんまありがとうでも癖がなくても目立てるようになるのが今の目標ダンスの癖が半端ないから美空は。 ミキさんの天然ぷリに圧倒されいやメスラの前ではあの天然じゃなかったんですよ普通に会話してくださいました <laughs>「ゲネプロ見てたで」みたいな感じででもめっちゃ面白いですよねなんか一言で場の笑いをかっさらえるのがめっちゃうらやましいです麻婆ーーさんかき氷ののれんありがとうございますコスプレ感強しし まだ卒業して半年やからまだまだコスプレになりたくないよ CC アルミカルビさんハートありがとうございますただいま帰宅チャンネル <laughs> ちょっとハマってるやろ今 TV とチャンネルわ <laughs> かるハマっちゃうよねおかえりチャンネル深夜さんアイスとかき氷ありがとうございます 研究生はうまいうまいことよりも一生懸命さが大事だからお前もう怒られすぎて美らもたまに自信めっちゃなくすんよな,なんかお前の頑張りがそれ空回りするだけやぞみたいな感じやからだって周りと動きが合ってないからって言われたからそらだから大きく踊ることその気持ちを前面に出すことももちろん大事やねんけどそれによって角度が行き過ぎちゃったりしたら。 周りに迷惑がかかるだけやからもうそこをどうしたらやろうかなっていうのが最近の課題です動きは大きく気持ちは前面に出したままみんなと同じくうまく踊りたいですしんやさんソフトクリームとかき氷ののれんありがとうございますみそらっちょさん私は生姜焼きです いいなあみんな人お肉ばっかりミソラも食べたいのにうん <laughs> シーナッチョ時代を思い出すねミソラっちょミソラと話したいことたまってきて大変ですわ <laughs> かるミソラもみんなと喋りたいこといっぱいあんのに早くお話ししたいまだかなもうメモだけがたまっていくのよみんなが返信とかツイッターとかで教えてくれたこと メモして貯めてんねんけどさもうそれを話す日がないからさたまるだけで寂しいのんやさんバラありがとう制服コスプレ感あっても好きよコスプレ感あってもコスプレ感ないって言って 今日は餃子屋さんおー飯してろ飯してろ <laughs> ダメよミソラこれが修行よ耐えるわよ <laughs> GSGK のプキのユイナさんサドハルさんと仲良くなったうんプキちゃんとはもともと結婚してるんですけどあのユイナさんともさあのハルカさんとも あのほぼ初めてレベルで、あのー、ちゃんと喋ったからあのあの日を機にあのー、なんてやろめちゃめちゃガチガチ緊張で話しかけることはなくなりました前よりかは気軽に話しかけれるようになりました「ソドラさんこんばんは」なんか「ソドラ」ってすごくムズムズするねなんか「そしれ」とかよりも「ソドラ」ってなんかめっちゃ めっちゃなんか <laughs> おおもぞもぞするって感じ <laughs> 名前大喜利ですね今日も平山マイティーさんが心が踊る目を引くダンスと言ってたよほんまそんな褒めてもらってんの嬉しいミそラマイティーさんのダンスが大好きやからめっちゃ嬉しいい,いいんかなあ,あんなあんなあんなダンスを 心引くダンスって言ってもらって嬉しいなもっと技術を伴わしていこう今までどの先生にもあの気持ちは足りてるから <laughs> あとはあのそれを自分の中でコントロールする力をつけようかって <laughs> 言ってもらうからそこをなんとかしたいね餃子作りましたえー、今日どうしたん餃子でみんな。 めっちゃいいやんおなかそくじゃん私の名前もよく噛む人は噛むけど恋愛小説家さん読めるよみすら滑舌いいんでね <laughs> 朝からみすらちゃんの配信見たから今日部屋の掃除頑張ってん偉すぎ部屋の掃除はめっちゃめんどくさいのにやんの偉い 偉すぎみそらも片付けようかなそろそろなんかあの散らかってるわけではないねんけどなんかもっときれいになるよねって感じちょっと見習ってみそらも片付けしようやばい埋もれちゃうちょっと待ってねしんさんアイスたくさんありがとうございます涼しくなります ハートもいっぱいありがとうこれもしかして上まで行っちゃっただるまもありがとうねしんさんありがとう三週フルコースありがとうお呼びを休めてくださいねこうさんかき氷ありがとうございますハート百個ありがとうねしんさんバラも 小判もありがとうミセラちゃんのダンス好きすぎるからメールとか見てそんなに怒られるの納得いってない,いやありがとうみんなが味方でいてくれたらミセラそれだけで心強いのよいやでも技術的に言ったらほんまに先生がやってることはもうほんまにその通りやと思うからもうね気持ちだけで動いててもしゃあないからそこに技術をね伴わせたら最強ってことやん <laughs> ポジティブに考えたら気持ちはもう足りてる十分って言われてんねんから、まあ、そこに技術さえ加わってしまえばもう私最強やみたいな感じなんでポジティブに考えて頑張りますしんさんハート三つのやつありがとうございますピン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 ブログ読んでいつもダンス頑張ってること伝わってくるほんまありがとうなんかそれね ただ頑張ってるだけやったらみんなと変わらへんからそっからなんか一つもう一個飛びれる飛び出られる武器を見つけられるように頑張ります炙りカルビさんかき氷ありがとうございますもがみの変身でも書いたけどそれを抜いちゃうミスララシさはどこへ行くって課題にぶち当たるそうそれはねゆうみさんにも言ってもらえるからすごいいろんな意見の板たばみやねんけど今 最適解を目指してなんていやろがむしゃらに踊る感じは消したらほんまにミスラじゃなくなるからそのがむしゃらさを残してもそのみんなと揃えるとこ揃えるとかそういうことができたらいいんじゃないかなと思うミスラちゃんの高めイン好きほんま嬉しいだけありがとう。 ンさんペンライいいつもありがとうございます本当にたくさんやんカラフルありがとうアールビカルビさんレインボースターありがとうございます見せ方はまだまだこれからやんせやね勉強しよういろいろ勉強しなきゃ28日あったったので礼をにせられないようにしないとああみそらが出ないからって レオに浮気したらあかんで美空だけやで <laughs> ええー、つられたらダメよ美空だけです女子高生気,気分だけは女子高生です今日は深夜さんハートいっぱいありがとうございます山ちゃんレインボースターありがとうレミファ 意味ファはなんか収まりが良くて綺麗ですねおにぎりの好きな具はえ迷うな梅干しか明太子かな一時とおかかブームが来てんけどやっぱり梅干しと明太子が最強かなと思う不協和あ不協和やからちょっとなんか「ウォー」ってなったんか そういういことか確かに不協和音やな <laughs> その前にソドラって和音なのいやソードーラーで弾くことはなかなかないと思うよなかなかうんないかなあんまり <laughs> アルビカルビさんレインボースターありがとうしんやさんもハートいっぱいありがとうございます 思春期のアドレナリンで美空ちゃんが前に出てくるところあハート作って恋でもしてればのとこあそこ好き確かに美空もあそこ好きすごいなんか元気になれる踊ってて気持ち先行タイプそうやねん気持ち先行すぎってよく言われるからすごいね自分の中でそれを制御しながらそれをいい武器にできたらいいのではないかと。 思いますが口で言うのは簡単やけどやるのは難しいから頑張ろうかなほんまに今はそれが一番の課題かもしれない美空ちゃんお疲れ様ありがとうお疲れ様ツインって可愛い嬉しい今日はやっぱ制服にはツインやろっていうことで全く迷うことなくツインにしました ンさんさ音符ありがとうございますシューマイですきゅうりとナスの無限漬けとろろごはんですもうみんな美味しそうすぎ全部ちょうだいみそら欲張りすぎ全部食べたいめっちゃ美味しそうきゅうりとナスの無限漬けってめっちゃ美味しそうもうみそらさん部屋にアニメグッズ置いてないんだろうねはい？そんなわけないじゃん 目の前に今アニメグッズしか広がってないよちょっと見せられへんけど整理してないからもう棚の上これぐらいのスペース一面アクスタと写真となんかいろいろ並んでるしてかこれでもアクスタ整理した方やし数をほんで今目の前に広がってる棚の中にも写真あるしここにその下の段にはあの板場で使ってた缶バッジがちょっと目の前にあんねんけど。 ありますよ板刃に使ってる缶バッチョ普段は板場にずっと入れてたら錆びるから普段はこうやって出して全部同じ絵柄なんですけど人によって違うけどこんな感じで整理して入れてます飾ってるよミソラから二次元を取ったら残らないよ何もそれぐらい生きがいだからね <laughs> みちょらーみんなもーやっほー今帰ってきましたお疲れ今日も一日て遅れてすみません全然いいよありがとうエグいツインテレがほまなんか今日のツインテレみすら気に食わへんねんななんかなんか広がってる感じがしてなんかすんごい嫌いからこ腰きか指で巻いてんねんこうやって <laughs> なんかすごい気に食わへんけどみんなが褒めてくれて嬉しい 3週とカウント終わったので今から関西にえ帰省すんの今からってことは着いたら日変わってるんちゃうちゃんと睡眠とってねみょんさんソフトクリームありがとうございますダンスはどれぐらい具体的な指導を受けられてるのかなうーんなんか毎回毎回今はもらってるわけじゃないんですけど先生側が気にならはったら結衣に来てくれはりましたライブの時は。 1> だからあの1日目のこの間やったら1日目のフェスのライブ終わった後とか次世代ライブのリハの終わりとかその先生が見てる見てくださった中で多分気になったことがあったらここに伝える感じですサ空 <laughs> のムバメいつも楽しみにしてますえー、ありがとうこれからも変わらず送っていくのでよかったら楽しみに待っててくださいサラちゃんのダンスは気持ちが伝わってくる 嬉しい気持ちを届けるのが何よりも美空のモットーやからよかった目移,か、ね、目移りはかんそう目移りはかんないから条約を交わしてるから <laughs> まだまだ制服を似合ううそありがとうもう半年期限切れやねんけどフフミヤチさんハートいっぱいありがとうございます こんな可愛いクラスメイトいたらお菓子毎日あげちゃうちょう,ちょうだいちょうだいちょうだいグミ欲しいグミ今日のリップは外側がロムアンドの10番のヌーディーピーナッツで内側のこの濃い色がロムアンドの17番のプラムコーク最近はもっぱらこんな感じプラムコークが可愛くて結構 打率8割ぐらいでこのリップ塗ってる <laughs> そう見せられこと思って先生はそう言ってくださってるしね見捨てられてないだけまだ希望の光はめちゃめちゃあるからもう多分見捨てられてたら気になったとかあってももうあいつには言っても治らんしみたいな感じで言いたくもなくなると思うから言ってもらえることにまず感謝してそれを自分なりに次の日にできるわけないから少しずつでもいいから練習してできたらいいなって思ってます。 恐るっち髪の毛で配達しようイェイ,エーイちょ気持ち悪い <laughs> ごめんなめっちゃ気持ち悪い画面になってしまったそろっち鶏皮の唐揚げうましいいよいいよみんな食べなみそらはみんなのそんなコメントによってお腹が空いていくかわいそうだから。 いいよ、いいよ、みんな、食べな、食べな。いいよ。<laughs> 嘘です。結婚して、<laughs> みんなも結婚する。<laughs> 浮気の証拠、いつか抑えられそうだな。<laughs> 佐藤さん、アイス、ありがとうございます。梅干し苦手なんで、明太子にぎり食べます。いいね。 明太子はもう外れないよどこのやつ食べても美味しいりくパパさんハートいっぱいありがとうございますほんまにありがとねありがとう今はボコボコのダイヤモンドだからこれから綺麗にしていこうってことだねなんて素敵な言葉なのそうやねダイヤモンドはダイヤモンドでもボコボコやったら価値は下がるけど少しずつ綺麗に磨けば 確実に価値は上がるしその価値はみそらの商品価値とかじゃなくてそのアイドルとしてこれからやっていく上でのミスラの価値というかミスラがい,いないとなんか「物足りひんわ」みたいな言ってもらえるように頑張りますバイトチェアけど50カウントだけしてありがとうありがとう <laughs> バレてない <laughs> この後も気をつけて。頑張ってね。ありがとう。ピンミートパスタ届けたら気が済みますか。かキンスム。ちょうだい。ミートパスタ。ちょうだい。<laughs> 食べたい。お腹すいた。平八さんレインボースター。ありがとうございます。ええー、缶バッジの量えぐ。でもあれは推しだけやから。ランダムで買っても推しが出なかった分とか。ボックス買いして。 あのまだ取引が決まらなかったやつとかいっぱいあるのでちょっとほんまに思わへんランダムグッズとかのさ推し以外でミスラの今手元にある子を全部推しに変えたいって思わへんあのもちろん無償で変えろとは言わへんよそのミスラの推しのやつを持ってる人とミスラが持ってるやつをもう交換してほしいもうなかなか交換って決まらへんしさもうミスラ アイドルになったから昔みたいにさ交換とかはできひんくなってんけどさなんか迷子ってさこの世界で一番モヤモヤするよね絶対今ミスラの手元にあるさミスラの推しじゃないこのことを求めてる人もいるのにその人の手に届けられへんのがすごいモヤモヤする届けてあげたい普通になんかカンバッチさ10ボックスぐらい買ったりする時もあるからさその分 1> 1ボッックスにラインナップ全部揃うからその自分の推しももちろん10個出んねんけど推しじゃない子も10個出るやんでまとめて交換さえ決まればいいねんけど決まらへんかった子とか10個丸々あったりするからさほんまにその10個をその子を推してる人にも「はい」って郵便とかで届けてあげたい <laughs> すごい推してる人の手元にあってほしいどうしたらいいんやろう「救急車をアンスタにはまらせるべき?」これって ミスラの迷子の缶バッジとかカードもらってくれますかみたいな感じで吸気性をはまらしたらいいかな <laughs> 全部柄同じあの推しが4人いるんですけど4人の柄は全部一緒です一人一人同じ柄を4人分集めてます板場を組むのが趣味なので <laughs> 西山みたいに写真撮ろうえー、どうしようかな <laughs> すごいなんか。 写真とかをきれいに撮るタイプのお宅じゃなかったから <laughs> いい写真ないんよねなんかすごいガチガチってる姿しかなくてすごい世間に出すの恥ずかしいから <laughs> なんかまともな写真保留を起こしますオーディションの時にアニメグッズにお金使いすぎて <laughs> お金がないって言ってた状況は変わらなさそうね <laughs> お恥ずかしいそんなこと言ってたっけ まあ常にオタクはあ,のある分を使ってしまう性質なので <laughs> はいあとみすらちゃんの朝のメイク見てて衝動的にメイク道具いいじゃんいいステップだよ買いたいと思った時に買いなカウント完了ありがとうお指が疲れる大変なことやのにすごいちょっと休めてね」 この前劇場行った時初551あー待って551食べたい <laughs> 美味しいやろ55151 55ほんまに美味しい大好き <laughs> みんなもペンライトありがとうやばい551食べたくなってきたあぶりカルビさん結婚してありがとうございます美 <laughs> 空ちゃんグッズに囲まれて暮らしてる <laughs> 不思議やななんか自分のグッズとかを あの大切にしてくれてる方がいるってすごいなんかやっと最近実感が湧いてきたけどまだなれへん自分の悪気とかがあることに自分がアクス人とかを買って旅行とかに持って行ってた側の人間やから自分が「いません」って一緒にお出かけとか連れて行ってもらえてるんやと思ってなんか感慨深いね嬉しいありがとう取り調べされてた子ですそうですカウント完了したよ 待って妹の部屋でアラーム鳴ってます優しいから止めてきてあげていいですか妹は今家にいないんですちょっとみんな待っててあのコメント欄でしりとりしといて止めてきてあげてくる ミシュラお姉ちゃん優しすぎるやろアラーム止めてきてあげましたみんなただいまみんなもありがとうだるまちゃんかわいいりんさんありがとう美空ちゃんの前向きな考え方ユーモアなワードセンスに沼ってしまった <laughs> ユーモアなワードセンス嬉しい。 前向きな考え方はねあの意識的にやってますすごい根の性格がネガティブやからもう前向きに考えないときっとしんどくなるのでその考え方は意識的にやってますでもそうやって言ってもらえて嬉しいほんまに美空がいるから生きてる過去マジ <laughs> 嬉しい <laughs> ミスラもだよみんながいるから生きてるんだよあ待ってつい よく言ってくれたツイート忘れてたけどあとさ15分ぐらいしか配信しへんけど今からツイートしてもいいかなどうもみんな意見ちょうだい23時の時は絶対忘れへんツイートもう癖がないくてさシェアをするっていう癖がああありがとう教えてくれてどうしようするべきかな今から23時は絶対忘れませんありがとう言ってくれて あなりのみそちゃんが3人センターで前に出てきてハート作るところ他の人が言ってたら違和感しかないあそれぐらいミスらに合ってるってこと嬉しいライブの時とか確かに1010 10人分10人中の6番手と17人中の6番手やったら歌わりがすごい変わったりしたから普段の公演と違うかったりしてんけど歌ってる場所もやってる振りもそうやって言ってもらえて嬉しい肩 <laughs> が上がっちゃう 迷子むずい分かるそうよねみんなもきっと推しのさ生写真引くためにランダムいっぱい買ったりしてるけどずっと交換決まらへん迷子のやつとかさタイミングが悪くてあの交換決まらなかったやつとかあると思うねんけどミそラもその気持ち超分かります。うん、もうほんまに保存方法どうなってんのって思うねんだけどこの辺とかは全部推し以外がもうさチャック閉まらへんねんパンパンすぎてとかもあるし。 もうあつ勉強机の方にもこんぐらいになったアンスタの写真のタワーができて <laughs> 推し以外の子のだからすごいねもうほんまに一人一人に配りに行きたいミスら、うん、どうぞどうぞもらってくださいって言って小島キャプテンもイコさんもトレード会したいってず,ずっと言ってますやっぱそうよね なんかお互いの推し同士でこうなんか平和に交換したいな「アンスター好きな生産が出てるけど手出ししてない」どなたが好きなのかな <laughs> ぜひいらっしゃい沼においで今からでもツイートした方がいい感じかなまだ間に合うツイートしよっかな。 シェアしますあと残り10分ちょいのとこにぜひ来てもらいたいツイートしました5 5一といえば肉団子いや肉団子も美味しいよね我が家は結構肉まんと同じぐらいお団子も食べますご飯が進むってああいうことよめっちゃ美味しいよね みらグッズと一緒にカフェとか旅行行ってるよ写真見たよ <laughs> ありがとう嬉しいもうこれからもあのちっちゃい美空さんにいろんな景色見せてあげて <laughs> ありがとうもうちゃんとコメント欄でしりとりしてるみんながいおしいです <laughs> ごめんねやっちさんハートいっぱいありがとうございます ありがとう。それで変われたのすごいな。あ、考え方がですか？根本的には変わってないと思う。多分未だに根の性格はしっかりネガティブやねんけど、うんなんか口に出して言う前に、もう正直思ってなくても前向きな言葉言った方がいい。もう今本気で思ってるネガティブな言葉を口に出したら余計になんかしんどくなるから。 もう思ってなくてもいいから前向きな言葉を言うべきやと思うもう無理って言っただけでなんかほんまに無理な気してこおへん無理と思ったらなんか結構ユマとかだと一緒にいると記憶やねんけど「いけるいけるいける」けるけるけるみたいな感じでもうほんまに無理と思っても「いける」っていう言うだけで結構意識変わるからやってみてください思ってなくても言うこれがいいと思う思わなあかんわけじゃないから言うだけはただやから すごい関西人やけど言うだけならただやから思ってなくても言ったらいい一応しといてもそうみんなの意見をもらってツイートしてみましたごめんね忘れてて23時はしっかりします原田、ね、んさんかなレインボースターありがとうございますたくさんレインボースターありがとうございます本当に。 嬉しいトレードはタイミング外したらもう無理かなって諦めドめっちゃ分かるちょうどそのグッズの出回りが少なくなってきたりしたら交換とかもすごい決まりにくいよね分かるよあぶりカルビさんかわいいありがとう通知来ました リツイートしましたあーありがとう好きな生産スイッチのえ、待ってみすらの推し坂崎夏目くん四人中の一人が坂崎夏目くんなんですけどえ夏目くんスイッチのリーダーだよえ誰だ誰だ楽しいやっぱオタクトーク楽しいいつかさオタクトーク配信していいこれ多分前も言ったと思うけど もうなんか3時間ぐらい語り尽くしたいねんけどミスラの好きなコンテンツについて <laughs> 足りひん足りひん時間がよしみんところから星投げカウントありがとうありがとうございます嬉しいです一緒に頑張りましょう千八さんリンボースターありがとういい考えだねそうだよ言うのはただだから <laughs> どうせ言うなら前向きな言葉言った方がいいのでは <laughs> そうそうそうやねん言霊があるから美空言霊結構信じてるから言っちゃえって言うねだって NAB のオーディションとかもさ正直ほんまに無理やと思っててんやんかそらでもしかもめっちゃ不安やってもう会場行ったら可愛い子しかおらへんし 自分なんてもう,ほんもう絶対無理やわみたいな思ってんけどオーディション終わって家帰ってきてママに「あのほんまはもう不安でしかないしもう絶対に無理やな落ちたな」って思ってたけど「いや余裕余裕」みたいな「もう絶対いけるわ」みたいな言ってた思ってないけどだって「絶対無理やわ」って言ったらなんかほんまに落ちる気するやんだから思ってなかろうとも自分がいけるみたいな気でずっといたらここに来れました。 <laughs> びっくりよねだから言霊ってほんまにあると思うからみんなも意識してみてください原田姉さんありがとうございます名前間違ってたごめんねレインボースターありがとう抹茶友達で最近グデ玉に反応してしまう <laughs> ミスラの推しやグデタマ <laughs> グデ玉ねそうしかもグデ,グデタマって結構レアキャラやからなおさらじゃない <laughs> ありがとうまた可愛いググデ玉見つけたら教えて。 オタク配信聞きたいほん、ま、オタトーク配信しようしちゃおっか <laughs> そう多分普通の配信の中で喋ったら多分ついてこれへん人もいて楽しくないと思うから最初から「もオタクトークします」って言ったらみんな多分その心構えで来てくれるから <laughs> どうですかしたいね2週間ずっとアニメと特撮の話題やったよそうそういう配信したいみそらもいつかと言わず週1回オタク配信定番かありあり週1で 今週のおたかつおはみたいな感じであの「サザエさん」みたいな感じで振り返ろうかな「さーて今週のオタ活は?」みたいな <laughs> それはそれでみそらちゃんのコンテンツとして需要も絶対あるできるできるできる <laughs> 早速実践してる前向きな言葉 <laughs> やりたいね前はオタクトークしてるイメージしかなかったのに <laughs> 確かにな <laughs> 思うがままに喋ってたもんな <laughs> 今はね ありがたいことにたくさんの方が見に来てくれてるからもしかしたら面白くない方もいるかもしれんのでねみんながいいよって言ってくれたらいつでも話します音トーク <laughs> 話しとくでしょうがないもうだってミスラのさ今の目の前も見る限り部屋中が好きなアニメとかゲームで溢れてるから全部ゆっくり紹介してこのグッズを に思い入れがあるんですけどこれはあのクレーンゲームで何千円かけて友達と一緒に何時間やったんですよとか言ってだからすごい大切にしてますみたいな全グッズへの思い出とかも語りたいやりすぎかそれはみなみちゃんハートありがとう麻婆さんありがとうございますソフトクリームお高いし待ってますよしやろう <laughs> やろっかミスら制服 <laughs> レジスタンス <laughs> レジススタンスしちゃおうかかなとか言って「私は制服を着たレジスタンス大人にていこう」なんかレジスタンスしてなさそうな制服やけどなこれでレジスタンスされてもって感じ <laughs> グレタマアミスランチしかで見たことないそんなかわいそうなこと言わないでまだ街中にもグレタマはいるよ <laughs> タツさんハートありがとうございますこの前ピューロ行ったらめっちゃ可愛いく出たま行きたーいピューロ行きたい行きたい行きたい」「フリーの推し」「あっ今度聞きたい?」「ゆえんでみせろ今でも」<laughs> ど「どうしちゃうどうしちゃう」とか言って「楽しいなオタクトーク楽しいな」「フリーは語れんで」「アニメも全部見たし」 あのこの間の「フリーザファイナル劇場版ももちろん映画館に5回ぐらい多分見に行ったしあのハイスピードから見てるし基本世に出回ってるものはすべて履修済みのはずもしかしたら一本映画を見逃してるとかあるかもしれんけど「<laughs> フリーはかなり好きというかアニメの中でトップ3に入る好きです。てかトップ1が なんか2つ3つぐらいある感じみそらちゃんきっかけでハマる人続出するかもあそれはいいことややっぱオタトークしたいねアニメ詳しくないかたくさん教えてほしいあそっかみそらと一緒に勉強するっていうのもありやねアニメをクレーンゲームする動画ルームスに頼むえクレーンゲーム結構うまいでみそらあのー、は出していい今あのー この「ツイステッド・ワンダーランド」っていうゲームがあってこれが UFO キャッチャーのプライズ限定やったんやけどもうどうにかしてほしくてもう頑張って取ったのこんなに大きいぬいぐるみすごくない結構すごくないあのミスラと比較してこの大きさこれ取ったんだよ自力ですごくないいいことを言ってくれた。 キキャャピピすぎレジスタンスちょっとキャピキャピすぎたなピュールで推しの名前のキーホルダー作りたい知ってる知ってるあれミそらグデタまで作りたいねんええ誰だろりんちゃんうん違うよでで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 ちゃんでした美空はさらさら黒髪の子にすごく好きになりやすいでするちゃんが好き ちょっとフリーを語るフリーを3時間ぐらい語る配信もしたいしまああのみそらいつも以上に早口になると思うけどちょっといつかオタクトークさしてていていさんハートありがとうございますみんなありがとうでかいそうやろすごいやろこれ撮ったの自分で俺のエストラッえもしかしてエストラップが好きなの 俺のエストラッパラだよいやみんなのエストラッパラだよ <laughs> すごいやろみんな何回でえあのな奇跡が起きてあの3回ぐらいで撮ったこの丸くなってるところを狙って撮りましたすごいでしょいつかあげよう筆でじゃないと撮れる自信がないレベルそうやねん奇跡が起きたのよ丸いところに引っ掛けたんです すごくない？ひろぞうさんどうぞかき氷ありがとうもらいます。ありがとう。五十六そろそろ読むか。そろそろ読むね。喋 <laughs> りすぎよね。はい。えっ、ー、と十三位ダイルさんこっちら。さゆき部からありがとうございます。一緒に頑張りましょうこれからも。 12位山ちゃんありがとうありがとね11位ヒデさんありがとう、ね、10位ヤっちさんありがとう9位麻婆さんありがとう8位平八さんすごい平八さんが8位だじゃほのぴーみたいなダジャレ言っちゃった <laughs> ありがとう7位リクパパさんありがとう 6位こん時はちゃんと名前を赤あぶりカルビ青あぶりカルビさんありがとう5位しんやさんありがとう4位としさんありがとう3位原田蓮さんありがとう2位佐藤さんありがとう1位しんさんありがとうみんな今日も。 夜ご飯時やのに来てくれてありがとうございますと途中あの音トークでで暴走ししてすいませんでした <laughs> あの時にはこうやって好きを爆発させることもあるかもしれないんですけど暖かく見守ってもらえると嬉しいです今日はこの後1時間後にまた23時からやるのでよかったら寝る前とかに。 見に来ていただけたら嬉しいですちゃんと言えてなくてくさまあまあまあ、まあ、言える方がすごくない <laughs> みんな来てくれてありがとうまたおととく待ってますオッケーいつでも喋らせて1時間後にまたちょっとどんな格好するか決めてないんですけど <laughs> ちょっとなんとかします制服は脱ぎますじゃあね また後でねありがとう